ようこそ。君が見ているこの光景のことはベルベットルームと呼んでくれたまえ。先を急ぐぞ。最優先は脱出だ。さすがにやばいかな。平気、まだいけます。君に聞きたいことあるんだけど、昨日どうやって渋谷まで行ったの？どうしたの？急にぼーっとして。進路のところはチェックつけてないけど。みんなも浮かれて標的にならないでね。ただでさえ枯渇の制服って街中で目立つから。それにしてもお前からこれまでよりも強い欲望を感じた気がする。わしはそれに期待している。今です。ナイス。次もこの調子で。君に不思議なことが起きてるのってこのフクロウの影響？フクロウではない。わしはルフェルだ。今の窮地は自分自身の歪んだ欲望に突き動かされて正常ではなくなっているのだ。メメントスは人間の抑圧された欲望のルツボ、心の声といった方が分かりやすいか。死ぬかと思った。忠告しよう。お前の敗北を赤く彩ってやる。間違いない。この先が窮地のパレスのようだ。慌てないで、別のルートにするか。シャドウ来てる。その手腕は称賛に値する。なんでって言われてもね。やりたいからとしか言いようないけどな。無力は時に君が君自身を放棄することにもなりうる。痛みを伴わない無力と決別するというのだな。よもや今日という日を迎えられようか。我なら全てを奪ってくれる。これが本当の全員野球。今日も全力でいくぞ。これで終わらせる。よし、頼まれた。まだゲームセットには早いぜ。取れるものなら取ってみろ。ペルソナ。まさに嬉しい誤算だよ。かような世界でワンダー以外に選択できる人間に巡り会えるとは。わしの目的も